moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。11月21日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。もうじね、まあですね、まあ今日も何もないようなね、平坦な一日でございましたんでね、うん、なんか刺激が欲しいなと思っている滑り王子マスクマンでございます。はい、ちょっと最近気温差と、あとですね、イベントでちょっと気を張ってたのが緩んで終わって、ね、無事に終わってちょっとほっとしたのせいかもしれないんですけれども、ちょっとですね、体がやっぱりちょっと体調がね、こういつもの正常運転じゃない感じなので、今一生懸命体を温める食べ物を一生懸命食べている味噌煮込みスキーと、11月下旬なんですけども、うん、もうすでにですね、年末モード入っておりまして、非常にバタバタしてて、うん、ちょうどそうですね、勤労感謝の日のあたりぐらいから激しくなってきたダンサーでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは感謝。今夜のテーマは感謝です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオから放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日電話ゲストコーナーがあります。税理士法人ベスタックス代表社員山中智文さんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー記念日のお話します。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイトFMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続等でお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。
気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。あのね、ギネスさんね、今日のテーマはですね、感謝でございます、どんどんツイキャスでね、感謝にまつわるお話をね、書いてください。ですね、これメールをお読みしますけども、先週のが、ありますのでお読みしたいと思います。先週のテーマはね、最高、ダンサーズさん、ミソニクミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。沖縄で飲むオリオンビールと青森は最高ですね。こちらで飲む時よりなんだか何割増しかで美味しく感じるんです。沖縄で飲んでるということも、ね、作用してるんでしょうね、ということでございます。その雰囲気ありますもんね。わかりますね。オリオンビールってやっぱりなんか沖縄で飲むと本当に美味しいんですよね。何でもそうだよね。そっちの地元でね、飲んだり食べたりするとね、気候風土っていうのが一番あったところでっていうのは一番いいんでしょうね。はい、ありがとうございます。続きまして、先週のテーマ最高できてます。ゼニガタケイブさんからです。最高といえば、一昨年の年末に数字選択式宝くじナンバーズ4のセットボックスで37,700円を当選したことが最高金額です。ロト6などの数字選択式宝くじやジャンボ宝くじを購入していますが、ナンバーズ4だけに限定してみると、夢を投資した購入金額の割に37,700円の当選はおよそ 45% 戻ってきた感じで割が合わなかったですね。どうせ当選するならセットのストレートで当選したら引き合ってましたけど、前にもメッセージで話しましたが、人生の帳尻合わせで宝くじの高額当選を絶対に実現すると言い聞かせてます。今度の年末ジャンボ宝くじは昨年の年末ジャンボ宝くじ以来の購入する予定なので、最高当選金額を大幅に記録更新ですって、すごい夢ですね。でもみんな持ってるよね、あの宝くじでね、当たりたいっていうのはね、なかなか当たんないんだよね。ね、ありがとうございます。続いてですね、これ別にテーマとかね、ではなくね、新聞のめいちゃんがね、なんか王子になんかね、言いたげなメールが来てますので、はい、どうぞどうぞ。進撃のめいちゃんからですね、これはですね、オフ会の時のやすさんの番組に王子が出たことをちょっとね、書いていらっしゃいますので、最後のマスクマン強制連行、素晴らしかったです。素晴らしい。ね、やすさんがウィークリーコンビニラジオで、名古屋からね、生放送したんですけれども、いやー、アーカイブが面白くて、私も3回ぐらい見ましたよ、もう。素晴らしかったってなってるもん。多分再生回数がすごく増えてるんじゃないかなって思うんですけど、なんか1回見ただけじゃ足りなくて何回も見ちゃうんですよ。あれもね、王子もびっくりしましたよ。あのパターンは初めてでしたから ね、ヤスさんが今ツイキャスで強制連行はもはや伝説って、最後引っ張られた時にね、王子の声だけがね、待ってとかっての入ってたもんね。高坊さんが強制収容所に聞いて収容所ではございませんけどね。でもこれまだ続きありますので、はい、ね、それはそうだっていう最高なオチをありがとうございました。
あそこはイミグレさんが最後までいてほしかったですあら、そうなの、バスクマンはガヤ芸人枠なんですかガヤ芸人芸人になってる、芸人に、ね、ガヤで騒いでたら大丈夫です。イベントもお疲れ様でした、ぜひ次回開催は沖縄の開催を楽しみにしています、うん、ということでございます。ね、これ次回開催地すごく意見が分かれてて、うん、なんか未だにみんなにアンケートしてるんですけれど、はい、名古屋と沖縄本当に半々なんですよ。びっくりするぐらい半々で、ね、別にその沖縄に住んでる方が沖縄で開催してほしいっていうわけでもないんですよ。そうなんですよね、はいはい、うん、沖縄に住んでる方でも名古屋がいいとかね、あと名古屋に住んでる人でもこう沖縄開催がいいんじゃないかとかね、すごい面白いですよ。あ、うん、まあ、いろんなところで開催できると面白いですね、 ね、でもやっぱりね第2回やりたいですよね、うん、そうですね、はいはい、じゃあメールお願いします。はい、こちらはですね、ちょっと違うあれですね、ジョージさんからですね、ありがとうございます、はい、ます、やっぱり感謝する人一番目は奥さんですね。炊事洗濯などほぼやってもらって頭が上がりません。今年の初めにコロナにかかってホテル療養をしていた時はもう大忙しでゆっくりする間もなく奥さんのありがたみを身をもって、身にしみました。そしてもう一つは先日の急なごぼう、多くのリスナーさんと交流ができて感謝です、ありがとうございました、ということでございます。はい、ありがとうございました。ジョージさんもいらっしゃいました、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、面白かったですね、あのウィークリーコンビニラジオの、うん、ね、ところでもね、ジョージさんすごい饒舌に喋ってましたよね、うん、無線のこと熱かったそうですね、はい、ね、まあ、ジョージさんもね長いと思ったもん、はい、王子の出番どうしようかと思ったんだけど出番を取ってましたね、はい、ということで、はい、CM の後は山中さん登場です。登場です、はい。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やはあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、税理士法人ベスタックス代表社員の山中智文さんです。こんばんは。こんばんは、山中です。どうも
ご無沙汰しておりますというか10月ぶりになりますけども、あ、1ヶ月ぶりでありがとうございます。はい、嬉しいです。ありがとうございます。では恐れ入りますけども、まずあの自己紹介の方をお願いしてもよろしかったですか。はい、あのこの1ヶ月、CM の方でも登場させていただいております税理士法人ベスタックスで代表やっております税理士の山中と申します。はい、こんな感じ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実を言いますと先ほど10月にお会いしたとは言ってますけども、実はついこの間ですね、Zoom の方ではお話の方させて、あ、そうでしたね、はい、はい、実はこの、山中さん、本当に素晴らしい整理姿勢っていうことが、いや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 、私ですね、実を言うと滑ってるところしか知らなかったんですけども、はい、ありがとうございます。はい、本当にですね、税制面に関してのご相談をさせていただきまして、まあ、3つ私ずっと思い悩んでたというか、ずっとの喉に引っかかってたような感じのものがあったんですけども、もうすっと本当に腹落ちしました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当お役に立てて、はい、危うくあの電話がなかったらば、はい、本当に滑ったままの税理士で今日登場するのかなと思ってましたけど、ちょっと安心しております。もう本当に滑りの無限ループになってたかもしれないですね。でも今日はそれを求められてるのかなと思って、はい、楽しみにして、それについてはこの後うちにはプロがいますので、あ、楽しみです。はい、王子とのコラボが楽しみでございます。はい、で、まあ、本当に、素晴らしい税理士さんで、本当に私はすごく悩んでたことが解決できたんですけども、山中さんとして一番得意なものというのはこの税理士としてなんですけども、どういったことになりますか。そうですね、CM でもお話しさせていただいております相続ね、亡くなったらばどういうふうに、ね、財産をこう引き継いでいったらいいかなとかっていうところとか、あと結構相続税とかってみんなどんなもんなのか、結構なんか聞いたことはあるけどもあまり知識がないよ、でも誰に相談したらいいのか分かんないよっていう声をよく聞くので、はい、そういったところの、まあ、手続きもそうですけども生前のいろんなお悩み事の相談とか対策とか、そういったのをメインに行っております。はい、あ、そうなんですね。まあ、簡単に言うとあれですね、まあ、親戚とか兄弟のも揉め事も解決いただけるってことですか。あ、そうですね、揉め事になる前に、揉め事になってしまうと弁護士さんってまた別のプロが出てきますので、別の方でその前のところで、はい、揉め事にならないようにするお手伝いが私のところの仕事でございます。そうするともうその布石を打つような感じですね。そうですね、はい、あ、そうなんですね。まあ、本当にもうたくさん兄弟いらっしゃる方だと本当にそのあたりは大変ですよね。結構ね、最近はね、そんなにたくさんの兄弟って少なくなってきておりますけども、とはいえお子様が2人兄弟とかでも揉めるとき揉めますので、はい、そうですね、はい、結構皆さん思ってるよりも相続争いで揉めてるケースがたくさんあるなっていうのが、うんうん、もうこの業界も今20年以上やってますけども、なんか年々増えてるような感じがしてますね。あ、はい、そうなんですね。まあ、一応この放送は FM 宜野湾といいまして沖縄県で放送している番組なんですけども、沖縄県の場合ですと兄弟多い方いっぱいいるんですね。あ、そう聞いております。はい、そうすると本当にね、例えば俺も欲しい、私も欲しいって手を挙げるはずなので、その時に本当に困っちゃいますね。そうですね、そこを、まあ、いかにこうね、まあ、お父さんなのかお母さんなのか、お元気なうちになんか方向性とかって決められてると、うん、その後の揉め事とかが防げるケースが結構あるので、そういったところをこう声を大にして、はい、お伝えして一人でもそういう揉め事をなくせるようなお手続きできたらなというのが私の今心がけているところでございます。そうなんですね。で、実は今お話いっぱいしていただきましたけど、ヤスさんの番組のウィークリーコンビニラジオではあまりこのようなお話は聞かないなと思ってたんですけども、なんかいじられることがよく多くてですね、はいはい、あんまり仕事の話はしてないんですけれども、はい、まあ、ちょっと、はい、私今聞いてて、あ、ほんまもんやと思いましたけど、はい、ありがとうございます。はい、そう思いましたけど、ただですね、こういった税務関係のことをもっと
分かりやすく説明しているなんか YouTube もされていらっしゃるんですよね。あ、そうですね、 YouTube ぜひプロレスラーを夢見る税理士っていうタイトルで、はい、YouTube やっているんですけども、はい、ちょっと最近プロレスの方にだいぶ振っておりまして、はい、はい、のでこいつ何なんだっていうような感じで、はい、実は税理士だったっていうような感じで、まあ、もしプロレス興味ある方はぜひぜひちょっと一回 YouTube を覗いていただければななんていうふうに思います。昔の動画を探ると結構税金のこと真面目に喋ってるところがあります。ああ、そうなんですね、はい、いや、僕私一回見たんですけど、ああっていう感じしましたけど、あれ、はい、ダンサーズさん、それ何のあーでしょうか。あーについてをこの後ですね、この YouTube チャンネル登録したものからお話しさせていただきます。あ、はい、あー、ありがとうございます。はい、ご無沙汰しております、みそにこみすきでございます。どうも、みそにさん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ね、先日はまあ、ダンサーズのこのお困りごと相談の時にちょっとね、私も同席させていただきまして、非常に素人でも分かりやすく説明していただけるのが本当に魅力的で、もうありがとうございます。そう言ってもらえるのが嬉しいでございます、はいね、やっぱりこうなんか割と専門用語を並び立てて気難しく喋るのかなっていうイメージがあったんですけれども、そうではなくて本当に分かりやすくて、はい、はい、とても良かったです。はい、滑ってませんでしたか。大丈夫でした。お困りごとの相談に関して言えば滑ってないんですけれども、関しては関しては YouTube、はい、ちょっとお気に入りに登録させていただきまして、あ、ありがとうございます、はい、見たんですけれども、うん、はい、やっぱりですね、プロレスラーを夢見る税理士さんということではい、なかなかプロレスなかなか専門的で、相続も専門で、プロレスの解説のあるあるもなんかかなりマニアックなところを言ってるなっていう印象が、はい、うちの事務所の会議室のホワイトボードで熱弁しておりますけど、はい、あれ事務所でやられてたんですね。うちの事務所の、はい、会議室で、はい、やっぱりインパクトある、はい、あるよねっていうのがもうとってもインパクトがあって、ショート動画ですね、はい、最近力入れてやってる最近このショート動画多いですよね、はい、そうなんです、ちょっと数を増やして、はい、数を増やして、はい、なんか最近初めはみんな、あ、分かる分かるって言ったんですけど、最近マニアックすぎて、なんかいいねっていう評判が最近増えてきておりますけど、あ、でもね、はい、ショート動画ちょっとやみつきになります。なんか繰り返して見ちゃいます。あ、本当ですか、はい、もうあんまり寝不足にならない程度で、はい、でしかもこう全然プロレス分からないのになんかくすりと笑ってしまいます。あ、いいですね、はい、我慢しないで大爆笑いただいて大丈夫ですよ。我慢しないでですか。これどのようにね、こうもしかしたらこう番組を聞いている方が私も登録してみたいなとか俺も登録してみたいなと思うと思うんですよ。どのように検索されたらよろしいでしょうか。はい、あ、もうプロレスラー税理士で多分検索いくんじゃないかな。はい、プロレスラーは夢見る税理士で。プロレスラー税理士だけでも出てきちゃうんですね。いかなかったりして。どうしよう、プロレスラー夢見る税理士で入れてもらえれば、はい、YouTube 検索出てきますので、わかりました、プロレスラー夢見る税理士で、はい、検索していただければ、はい、ね、スーツ着た人間がずっとプロレスの話してるチャンネルですので、そうなんですよ、はい、ね、あるよねっていうのがとってもインパクトがありますね、はい、あれはちょっと税理士っぽくないの狙ってます。はい、ありがとうございます。ね、ますますね、こう登録者数が増えることをね、お祈りしておりますけども、はい、横でですね、今かと待っているね、同じ香りのするね人がおりますのでね、変わりましょうかね。どうもお久しぶりです、王子でございます。王子山中です、お久しぶりです。お久しぶりです。山中さんとはね、お電話ではね、何でもお話ししてですね、この間のね、うちのダンサーズとね、みそにこみすきが安田の番組にお邪魔した時に、拝見いたしましたけども、はい、山中さんのね、ちょっとこの雰囲気がですね、あれもしかしたら王子とね、今みそにこみすきも言いましたけども、香りが一緒かなっていうね、私ちょっとそれをね、感じてね、はい、ということはやっぱり
ね、きっちりかっちりした、ね、あのお話をあのよくされてて、はい、まあ、私もそうですけどもで、はい、何一つ滑りの、ね、あのあるようなお話はしておりません。ふざけるな、はい、ですもんね。ふざけるな、ま、全く私も、ね、どこが滑ってるのかなって私もそうでしょ、自分で思ってるんですけども、うん、はい、だからね本当にねそれはねあの皆様にねあの教えていただきたいところなんですよね。だからね、はい、今日はね、ね山中さんのお話でもね、まあ、ごくノーマルなお話になって、ね、皆様がねあの滑り対決とかねなんかおっしゃってますけども、はい、ね、どこがどうなるんだろうって、はい、別にそんなねあの滑るところは一つも ございませんので、お黙りお黙り、まあね、ただ一つ言うのはね、はい、ね、まあ、あのプロレス好きということでね、まあ、スピニングトーホールドご存知ですよね。もちろんです、うん、それを、ね、やりすぎて自分が目回っちゃって自分が倒れちゃうっていう、王子滑ってます、うんうん、そこら辺がねもうやりすぎちゃってね、はい、もう自分がダウンって多分そんな風になったら嫌だなっていうのをねふっと思ったんですけどね、はい、王子あ、いいですね、滑ってます、うん、だからねそういうね、はい、ところのねちょっとこう柔らかいお話をねするんですけども、うんうん、ただそうこういうことを言うとなんかその部分が滑ってるように聞こえてるっていう、王子、うん、滑ってます、ほらこれまたあのカープボーイさんがツイキャスで山中さんのいじられるのはあれじゃないかな、なんか豊洲のところで飲みながら酔っ払いがいっぱい出てきたやつってかよく覚えてらっしゃいますよね。ヤスさんの番組ですね。そうですね、あの飲み会のバーベキューのやつって書いてありますけど、でもね、はい、ああいう場ではですね、うん、やっぱり多少ねお酒が入ってですねあの気分よくねあの饒舌にねあのお話ができて一番いいと思いますよ。はい、だそれをねね滑ってるとかね言われるとねちょっとね王子心外でございますんでね、山中さんも多分同じね具合だと思うんですけども、お黙り、どうでしょうか。もう滑ってるたら滑ってるって言ってほしいですけどね、なんか滑ってないとかに言われてもちょっと違うなっていう感じは。いやいやいや、はい、そうでしょ、タコボさん、うん、ですよね、うん、無自覚症状が一番怖いのですって、うん、ほら、え、なんか自覚がないってことでしょ、なんかな、私たちなんか自覚がないっていうことあの病気の部類じゃないですか。それは王子、今日ちょっと脳滑りトークで大丈夫ですかね、とめもドキドキしてます。全然大丈夫ですよ、だって普段がそうですもん。だから今日、ね、そうですよね、うん、だから山中さんとのこのトークはねごく自然なこうお話ができてね、うん、とってもいいだろうなっていう、ね、今もね感じてるんですけども、地獄を見るわよ、だからねこうやってちょろっと話しただけでも、ね、皆さんがよく滑ってるというふうにね言われますけども、はい、ね、先ほどのねあの山中さんのお話にはありましたようにどこが滑ってるか教えてほしいもん、はい、お黙り教えてほしいですね、お黙り、なんかもう今ツイキャスがざわざわしてるんですけど、はいはい、ね、あのギネスさん無自覚が一番怖いよ、ガクガク、だから無自覚ってそうじゃないんだから、ヤスサヤカさん滑ってます、え、どこが、で高坊さんもステルス滑りですねって、え、で FM ジェジシンチさんもスピニングトーホールド、うん、てかあ、トーホールド、でも、うん、トーホールドしてほしいの。そこ、うん、でもペーターさんがね、プロレスラー税理士でトップヒットしましたって、ありがとうございます、素晴らしい、でもね大丈夫ですよ、ヤスさんがちゃんとね、リンク先を YouTube の貼ってくださいましたから、ありがとうございます、はい、これでもしかしたら登録者数がちょっと増えてると思いますよ。お、ありがとうございます。あのキーワードで、うん、楽しみにします、キーワードでやっぱり滑り税理士もキーワードに入れた方がいいですよね。まあ、これはね、私もそうなんですけども、まあ、皆様からね、そういうふうでこう言われてね、こうインパクトがあるなということで滑り王子になってますけども、はい、ね、まあ、そういう形でね、山中さんの場合もね、滑りをつけられてね、こうインパクトがあるようにね、うん、そうですね、うん、ただそれだけなんですけどね、はい、うん、ただ喋ってる内容は全くそうではございませんのでね、もう本当にそういうことをね、おっしゃるね、リスナーの方々にね、はい、あれですよ、ね、あれはなんだっけな、今ふっと言おうと思ったこと忘れちゃいましたよ。それが滑ってるって言うんじゃないの。あ、思い出した、はい、うん、みんなにね、テキサスクローバーホールでやっちゃうよ。お黙り、お黙り。これが分かる人はなかなかですけどね。テキサスクローバーですね、はい、テキサスクローバーはね、これはいいね、先ほどのね、はい、スピニングとホールドのねご兄弟でね、
うん、はい、うん、あの技を、ね、あのかけるっていう素晴らしい、はい、レスラーの方がいらっしゃいましたけどね。素晴らしいレスラーの方がね、ちょっとこの前弟さん亡くなっちゃいましたけど、そうです、ね、素晴らしいレスラーの方が、素晴らしいなんですよ。そうなんです、うん、そうなんです、ね、その技を ね、もう私たちね、はい、滑るというようなことをおっしゃる方はね、はい、あのかけていきますよ本当に。もう終わりです。まあ、女性の場合はちょっと違いますけどね、あの女性の場合は私は、ね、必殺技を持ってますので、もう、はい、終わりです。ハーフボイさんがテキサスクローバーホールが古すぎるってテリーマンで使われていたけどってテリーマン筋肉マン来ましたね。筋肉マンのテリーマンが、まあ、それを言うなら筋肉バスターですよね。うん、お黙り、あの技はなかなかかけれないですけどね。なかなかできないですからね。もういいですか。うん、はい、もういいですかね。ゴングだったよ。あの肝心なですね、あの本当のその相続のお困りごとなどのお問い合わせ先というかね、はい、どのようにあのこう連絡を取ったらよいかというところを、ね、説明していただきたいんですけれども、そのお話が本題ですね。はい、はい、テキサスクローバーの入り方じゃなくて、あ、連絡先、あ、やった、嬉しい、あれは最初ですね。あ、すいません、電話番号東京03-6421-2296、あるいはベスタックス相続で検索でお願いします。はい、あの、はい、滑り税理士は引っかかりませんので、ぜひちょっと SEO 頑張ります、滑りで。はい、あのね、もう王子もね、久しぶりにね、はい、ちょっとあの笑っちゃって喋れなかったもん。珍しいですね、こんなこと珍しいですよ。王子が立ち差しになるっていう、もう本当に。あれね、あれスポンサーさんですよ。いやいやいや、本当にね、もう王子ね、先ほどね、テキサスクローバーホールのかけ方とかね、はい、まあ、それ素晴らしい、表現でございますよね。もう逆にそれを、ね、王子がね、説明しようかと思っちゃったからね。いいですね、これ。お黙り。うん、1時間やりたいですね、王子と。はい、あ、これはまた別の機会が私 の、 スペシャル番組がございますので、ね、お滑りないと、うん、はい、これはもうあれ、これってもしかしたら、はい、うん、滑り税理士滑り王子の滑りナイトってやつかな。王子これ滑ってます。これダブルで滑ってるっていう風にね。ただまあ、はい、これは決してですね、私たちが滑っているということはございませんので、インパクトがあるように、はい、ネーミングしただけでございますので、はい、決して内容はね、プロレスの技に関しての話ばっかりっていう、はい、もう終わりです。はい、もう終わりですので、はい、はい、え、終わりですか。もう終わりなんですよ。はい、はい、あっという間です ね、 ね、はい、一応山中さんにお聞きしたいんですけども、まあ、はい、念のためお聞きしますけども、はい、滑りないとやりたいですか。ぜひお願いします。さ、最高の夜にしたいと思います。最高の夜。はい、最高の夜って言うとっていうことですか。なぜそれを。あ、いいポン出しですね。でしょ。だからね、はい、ちょっとあれですかね、半年に1回の滑りナイトのもうね、はい、パートナーが決まりましたね。そうですね、ね、候補者っていうことね、はい、いろいろね、こう山中さんとはね、はい、こう、まあ、夜の繁華街のお話ができたりね、はい、プロレスのお話ができたりね、はい、するんですけども、はい、至って真面目にお話しますよね、私たちね。そうですね、うんうん、そうですよ。高坊さんが2人のタッグ最強ですねの今日がさ、恐れるっていう字になってるんだけど。あ、いいですね。強いじゃなくて恐れるになってる。はい、はい、それぐらいね、タッグチームですからね、うん、やっぱり ね、また世界王座が狙えるぐらいのね、いいパートナーでございますんで ね、 ね、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっと何を頑張るの。ちゃんとペーターさんが税理士試験関係のページが出てきますよって。ん、 あれかな、 YouTube のことかな。税理士試験関係のページが出てきます。滑り税理士って書いてあるけど、滑り税理士検索したらですか。え、どういうことだろう。あ、ちょっと後で見ておきます。後で滑り税理士で検索してみます。はい、わかりました。もしかしたら本当の リアル滑り税理士がいるかもしれないんですけど。はい、じゃあハッシュタグ滑り税理士でお願いいたします。はい、はい、ということで、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、本日はありがとうございました、はい、税理士法人ベスタックス代表社員山中智文さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ちゃんとね、ヤスさんが真面目な相続相談はこちらへって書いてあって、ちゃんとリンク先がベスタックス .jp で、はいね、ありますので、ちゃんと真面目な相談はそちらで検索していただければと思います。いや王子ね、今この、ね、ツイキャスの、ね、あの字がねすごい見づらいもんだから、うん、ね、ヤスさんのこのコメントね、うん、王子も、ね、山中さんも真面目なお話ができましたねっていうことを書いてらっしゃるのかなと思ったけど、いやこれ読めないの？違うね、真面目な相続相談はこちらへっていうあれでしたね、はい、読めた、うん、読めた読めた、はい、うん、じゃあメールお願いします。はい、はい、あら、まあまたこちらも素晴らしいメールが来ていらっしゃいますよ、はい、お願いします。ラジオネームみなこさんからです。ありがとうございます。みそさん、ダンサーズさん、王子こんばんは。私は極度なマイナス思考すぎて、仕事で少しの失敗でも大きく考えすぎること、友達の何気ない一言や LINE の既読スルーでも嫌われたと思い込んでしまいます。そんな時は大量の服薬を してましたが、服薬とか お薬たくさん飲むってこと、うん、急名古屋を聞いて王子が滑ってみんなにいじられても前向きな姿を見てたら、なんで私って小さなことで考えすぎてるんだろう、うん、友達から既読スルーされたら放置すればいい、何気ない一言で気づついたなら距離を置けばいいと思えるようになりました。なので旧名古屋には、なので旧名古屋には患者です。患者患者じゃないんだ、うん、患者です。あらまあ、だから他局でパーソナリティをしていた時は旧名古屋を宣伝しまくっていたのです。あら、ありがとうございます。あ、そうなんですよ、うん、ありがとうございます。でも面白いからいろんな人に、今でも勧めていますよということでございます。ありがとうございます。でもね、みなこさんのキャラクターからするとね、うん、天真爛漫でね、うん、まあなんせね、私のファンということでございますのでね、うん、もう本当にね、うん、いつでもね、お背中はね流しに行きますよ。いや本当ね、みなこさんにね支えていただいているこの滑り王子ですからね。うん、唯一ね、お背中流しましょうかって言った時に、はい、お願いしますって言いましたからね、みなこさん。開拓されたのがね、みなこさんだけでしたから。うん、でも皆様ね、そういうね、ね、言葉には出さなくてもね、皆さんそう思っていらっしゃいますよ、はい、王子に流してもらいたいなっていうね。お黙り、うん、ただね、みなこさんのいいところはね、はい、王子を介護してくれるっていう、うん、はい、もうそれが介護だもんね。それはもうそれがありがたくてしょうがないですねもう介護になっちゃったよ、うん、もうね、はい、そこら辺をね、加味してね、いつもね心を込めてねメール読んでますから、はい、さんありがとうございます。ありがとうございます。さて、名古屋栄養コーナーいきますか。はい、はいはい、すいません、今日ちょっと本出し間違ってますんで、うん、そのままお願いいたします。え、あれないの、名古屋は栄養のやつ、栄養、うん、はい、どうぞ喋ってください。はい、はい、なんかポン出しないと調子悪いな。大丈夫ですよ、今日ちょっと間違えました。名古屋は栄養コーナーでございますはい、うん、じゃあちょっとリバーブつけますね、はい、またやるの、もう一回やって。名古屋は栄養コーナーでございます。なんかどっかの寂れたキャバクラの店長みたいだよねバカな仕方がね、それこそ本当にそうだよ、ね、それこそあれですね、3番テーブル何々ちゃんに行ってらっしゃいみたいな、なんかそんなノリの言い方でしたね。名古屋は栄養コーナーちゃんとやってくれる、はい、真面目に、はい、やりますよはい、で、感謝ですね、はい、でもね、今日みそちゃんあれですね、うん、記念日などについて、お話をするということでございますね、ん、うん、記念日と、うん、本当だね、感謝について話すんじゃないの。だってみそちゃん自分でオープニングの時に言ってら、ね、ましたから、うん、だから今日は記念日について話したいんだなと思って。記念日とだね、うん、私感謝について話す気満々だったわ、うん、じゃあ感謝で本当じゃないの、うん、だから今日なんか記念日のあれがあるんだなと思って本当だね、うん、そういえば言ったような気がするわ。ですよね、だからね、うん、今ね王子に見返しちゃいましたもん、ね、あれって私も思った、うん、あれって、うんうん、まあ記念日でもね感謝でもね、まあ、ごめんね、感謝の、そうよ、うん、私でも言ったオープニングで記念日って言ったけど、うん、すごい中身はね感謝のことを話してまんまでしたよ。うん、記念日をね感謝するとかいろいろねありますので、うんうん、
いや、そう、感謝といえばやっぱり、この前のキウナゴボウのね、そうですよね、うん、ねえ、皆さんね、来て、ね、本当に感謝なんですよ、いただいてですね、うん、本当にありがとうございます、うん、ありがとうございます、もう本当に遠方からお越しいただいて、そうですね、そう、はい、で、あとね、抽選会のその商品もですね、うん、各スポンサー様が用意してくださいまして、うん、本当に豪華な抽選会になりましたよね、うんうん、そうです、はい、うん、なんか必ずみんな何か一つか二つは持って帰れるっていうね、うんうん、抽選会って言いながらはずほぼね坊主なしですからね、うん、そうそう、全員が当たる感じで、はい、ね、それももちろん、しかも来場者の皆様にもこう、うん、記念品としてお渡しできるものもね、マルエフェニー様からいただきまして、はいはいはい、ね、うん、本当に、ね、そのなんだっけ、くじ引きじゃないや、そのプレゼントプレゼントコーナーの時に抽選会ですね、はい、あれ特賞は王子本当に欲しかったんだけどね、うん、だって特賞、ああ商品券ね、うん、だからあれ持ってちょっと行こうかなと思ったら商品券使えないよって言われましたからねだってだって商品券を持ってどこ行こうとしてたっけ、それはキャバクラに決まってますよあのね、会場の一本、裏道になるっていうのかな、はい、そういうところにはたくさんそういう飲み屋さんのね、がたくさん あるビルがありますので、はい、うん、その特賞が当たればね、そのチケットを持ってですね、うん、行こうかなと思ったら皆様にね、うん、そのチケットでは多分使えないよって言われましたんで、カッポイさんが全員に当たるってすごいな、あの森芸能の民謡上でもそれやろうとして断念したみたいだから、さすがに全員当たるのは抽選の意味がないだろうって言ってって言っても、やっぱりでも その、ね、それぞれ商品が違いますから、ねね、抽選する意味はとてもありましたよね、二重三重してやってましたけども、うんうんうん、それは内容が内容ですし、うんうん、ちなみに特賞当たった方、はい、いや本当に遠方から来ていただいた方だったので、うん、そうですそうです、うん、本当に良かったですよね、良かったと思いますよね、うん、はい、うん、でもあれ面白かったですね、うん、面白かった、うん、またね、こう貴重な品をこう提供していただきまして、はいはい、なんかね、そのポロシャツだったりとか、はいはい、ね、それもぐしちゃいも生産組合さんからポロシャツだったんですけど、うん、はい、なかなかあのポロシャツは手に入りませんよ、うん、完全なノベルティです、ね、そうですそうです、うん、だからすごい、うん、貴重でしたし、手ぬぐいもそうでしたし、本当に、そうですそうです、手ぬぐいもそうでしたよね、あれだよ、ね、王子全部欲しいなと思うような商品でしたよ、ねえ、本当、うん、王子何だったっけ、帽子、あ、帽子うん、あの帽子をね、うん、ジョージさんだっけ、ジョージさんジョージさん被ってました、ずっと被ってましたね、被りましたから、ヤスタの番組にも被ってたんじゃなかったかな、被ってました、被ってました、うんうん、結構ノリノリで ね、参加されてたね、素晴らしかったです ね、 ね、うん、はい、はい、ということでね、うん、名古屋は栄養コーナーはキウナゴボウのスペシャルオフ会についての感謝の内容でした、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ではメールの方、はい、一つツイキャスで山中さんから、はい、ちゃんと山中智文かっこ税理士ってなってます、ダンサーズさん、みそにさん、はい、滑りなかった、うん、そしてスピニングトーホールド王子、楽しい時間ありがとうございました、滑り足りなかったですね、反省って、だからほら、ね、山中さん滑り足りなかったって滑ってないですもん今日はもう至って真面目ですよ、もう、ね、あれですね、だから僕山中さん滑りないと決定ですかね、うん、だからさ内定ですか、内定というかもう、ね、ほぼ確定かもしれない、はい、だから本当にね、プロレスのことも、ね、おしゃべりしていらっしゃるということで、はいね、私ちょ技のお話もしましたけどね、はいうん、そこから広がってとってもいいお話ができましたね、ありがとうございました、じゃあメールお願いします、はい、こちらはですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです、はい、ありがとうございます、ダンサーさん、みそにこみすきーさん、マスクマンさん、こんばんは、年を重ねると日々健康に過ごせることに感謝ですね、職場で年に1回の健康診断は受けていますが、自治体から来る各種検診の案内はなんとなく目を通すものの、忙しさを理由に受けてなかったりするので、そのうち受けないとなと思っています、うん、寒暖差が激しく体が
ついていきませんが、皆様も風邪などひかぬようにお過ごしくださいということでございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ひかるさんが王子は滑ってなんぼですって。だから滑ってなんぼって滑らないんだもん。だから滑らないの。だってカッポイさんもヤクルミツ、ヤクミツルさん諦めて、もう無理だよ滑ってないわ。そうでしょ、ないわ。そうでしょ。あれ滑ってるんじゃないんだ。そうでしょ、滑ってないでしょ。だからこうやって、ね、あの分かっていらっしゃる方もね、あのいらっしゃるんですよ。多分誰かミス入力かもしれませんよ。はい、メールいきます。はい、キウ名古屋の皆さんこんばんにゃ。こんばんにゃ。読みたそのフルムイカリです。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝、感謝といったらダンサーズさんとみそにこみ、みそにすき、みそにすきになってる、みそにすきさんのお二人です。私と相方のフルムンシンチさんは FM 読谷で音楽番組をやっております。しかし全国向けの配信方法が YouTube しかないにもかかわらず、ダンサーズさんとみそさんは独自の聞き方でほぼ毎週聞いてくださり、メールもくださり、大変大変感謝です。この場を借りて改めてありがとうございます。王子とは読谷で一度お会いして以来なかなか絡めておりませんが、ダンサーズさんとみそさんのおかげでとても身近に感じておりますよ。お三方様これからもよろしくお願いしますということです。ありがとうございます。いや、こちらこそ大変お世話になっております。ね、お世話になっております、はいはい。ね、まあ、この男と1回しか会ってないということなんですけども。そうでしたね、うん、そうだね、1回で十分かもしれない。いやだからね、あの、まあ、全然あの、ね、あの、はい、変わらずね、あの元気に、まあ、あの普通のトークをする男でございますので、決して滑りはございません。またそれやる。はい、はい、メールお願いします。はい、次のメールですね、はい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにさん、まだいるのかな王子は、とりあえずまだいるのかなって、まあ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 ね、こんばんは、そして高校時代に俺のライバルでもあり戦友でもあった元レスリングのオリンピック代表候補およびスポーツ功労賞受賞者の生徒指導部の顧問の通称レスラーに感謝ですね。普段は喧嘩相手でいろいろあったけど、俺に近づくイナグター、イナグターから女の子、あ、イナグターって女の子たちから、あ、そうです、そうです、俺を守ってくれたのが、レスラーでした。俺はイナグ同士、女友達は問題なかったけど、普通の女の子たちが苦手で、レスラーに助けを求めたらレスラーは素直に引き受けてくれました。どんな野郎でも助けを求めるなんてすることはないけど、女の子たちだけは話は別になります。どうしても女の子たちだけはどうすることができませんでした。レスラーに本当に感謝です。以上俺の感謝エピソードでした、ということでございます。ということは、あの女の子は苦手ってこと、うん、なのかな、うん、でもね、まあ、逆に王子の場合はですね、苦手ではありませんけども、相手の女性の方々が、静かに離れていくっていうそういうパターンでございます。うん、そうね。なんか、よくね、あの若い子が言う、あのうざいっていう静かに離れていくわけですね、うん、そういうパターンだったのかな。最初のちょっと変わった人だなとか、ふって寄ってきますよね。うん、そうそうそう、寄ってきけども、しばらくするとだんだんあーってなるわけですよ ね、 ね、ある日突然あの、どなたもいなくなるっていうあれっていうあれっていうね、うん、あんなにたくさんいらっしゃったのにどうしたのかしらっていうね、うん、はい、じゃあメールいきますね、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子、ゲストの山中さん、こんばんは。名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メールはメッセージテーマ満車ではなく単車でもなく、テーマは感謝、うん、感謝ということで、うん、ビシッ、あ、おお、あの今ね王子聞いてね、うんうん、あ、こういうあのメールがあの滑ってるのかなっていうのを、ね、今感じましたけどおだまり、はい、感謝ということで、うん、感謝を伝えたい人がたくさんいらっしゃいますが、まずはやっぱり旧名古屋の皆様、最高の放送ありがとうございます。ありがとうございます。王子の滑りっぱなしのトーク、だから滑りっぱなしじゃないってそれに突っ込むダンサーズさんとみそさん、
王子の何が起こるかわからない展開にいつも笑わせてもらってます、yeah. 聞いてて面白いです、うん、そんな僕もいつの間にか杞憂名古屋のポッドキャストも聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。僕が他に感謝を伝えたいのはやっぱりラブライブ。この作品に出会ってなければ僕は立ち直ることができなかったかも。実は他にもそんなメンタルが壊れかけた僕に手を差し伸べてくれた人がいます。その人は僕のことを気にかけてくれて、おかげですごく救われたところもあり、今もすごく感謝してますということです。やっぱりそうやってね、あの手をね差し伸べていただいたらね、そういう、なんていうのかな、こう気持ちが楽になったりとかね、助けになりますよね、うん、そうですね、やっぱりそういう方にやっぱ感謝ね、あのすることがね多くなると思います、うん、だけどね、こう今のそのね、あのメールの中でも王子が滑りっぱなしとかさ、はい、もうどこが滑ってるか教えてほしいもん、はい、うん、これまだ時間 あります、はい、紙の方は終わりです、ね、終わります、はい、はい、まだありますので、あ、はい、はい、これは私読みますね、はい、はいはい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。ありがとうございます。本日のテーマ感謝といえば、こんな不器用な性格でどうしようもない私事を支えてもらっている皆様に感謝、感謝の一言につきます。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、採用のほどよろしくお願いいたします。まあ、本当に、うん、ゼリガサさんとも、うんうん、沖縄でイベント、うん、いやイベントがあるときにはよくお会いしますけども、うんうんうん、はい、前回は臨海でお会いしまして、はい、はい、スーツ着てたものですからね。そう、はい、着てたんですよ、はい、はい、パチンコ屋でサボっている営業マンみたいな感じでしたけども。そう、例え方ね、そのもので、懐かしいなと思いました。懐かしいな。いやですね、今日もね、ツイキャスたくさんありがとうございます。あとね、オープニングの方でもね、泉佐田の特急佐田さんもこんばんはということで、あと大光さんもね、こんばんはということで聞いてくださってます、はい、で沖縄大好きさん、こんばん名古屋へくちってなってるけど、あ、はい、私が言ってたあれかな、はい、はい、で、まだメールあります。あ、はい、ごめんなさい、はい、お願いします。旧名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。の旧人のバーバです。ありがとうございます。今日のテーマ感謝ですね。私の感謝する人は沖縄の兄弟ですね、うん、兄は三男でしたが、長男も次男も生存だったのに、母を引き取り仏壇を守ってきましたね、来ました。私は23年前から沖縄を離れて岐阜に来ているのですが、認知症になって施設に入っている母の面倒を見てきたのは、兄嫁なんです、うん、母は15年前に他界しましたが、仏壇の行事は続きますね、うん、沖縄の仏壇の行事は大変です。お嫁さんにも本当に感謝してもしきれません、はい、うん、本当、ね、大変だということはよくわかります、うん、そうですね、沖縄のね、はい、やはり、うん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 、まあ何してもそういう仏様をね、大事にされてね、まあね、それに対してね、お世話をするっていうのは本当に大変なことでございますのでね、はい、うん、まあ、皆様感謝するということで、はい、じゃあエンディングですかね、うん、はい、来週のテーマは新品。来週のテーマは新品です。新品同様のカセットテープを持っている、新品家電の開封をワクワクするなど、新品エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐちちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい
那覇市中田おやつと軽食の店夢や相続等でお困りごと相談は税理士法人ベスタックス個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。来週のテーマは新品ですよ、うんうん、はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。閉店ガラガラ。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。今日もね、うん、面白かったですね。面白かったね。ちょっとスペシャルが楽しみになりましたけど、今日は本当にあれだって、まあ、いつもながらですね、はい、きちっとしたお話がねゲストの方ができてねよかったです。地獄を見るわよ。だからそんなに、ね、あの変な話とか滑った話してないですよ。もう今日さ、はい、ベルじゃなくてゴングにしようかと思ったわ。はい、ということで、はいはい、ということでまた来週です。ありがとうございます。